精神が病んだときどう対策を予防していますか。そうですね、50代40代からもしかして40代病みまくってましたから、かなり病んでましたよ。自分でこれが鬱って言うんだなって実感できましたから、抜け出した方法、薬ではないですね。いわゆるその精神科に行って出してもらう薬では全く治りませんでしたね。で、薬を出さないという有名な精神科医の方のお医者さんに行ったこともあります。でも、その時はカウンセリングで言われたことは、今すぐ仕事を辞めなさい、そしてあなたのことを誰も知らないところに行きなさい。分かるけど実現不可能ですよねって言うじゃないですか。あなたは自分の体とお仕事とどちらが大切なんですかって、そんなに振りかざされて言われてもカウンセリングにならないですよね。行くのやめました。そこは厚生労働省の方から紹介してもらったお医者さんなんですけど、やっぱ向き不向きがあるじゃないですか、人間って。対人間に対しては、ちょっと僕には向かないと思ったから、そこのお医者さんには行くのはやめました。で、結局どうやって治したかっていうと、もう落ちるとこまで落ちて、ずっと考えに考えて、同じですね、考えまくっていたら、ふと、こんなこと考えたってどうにもならないじゃんって、ふと思ったんですよ。それはハワイで、自分の家で芝生に寝っ転がってずっと考えていて、これ自分で解決するしかないなって、自分が動くしかないなって、そう思って、とにかく嫌でも何か始めてみようと思って動き出して、そこでやっとその鬱の状態からは抜け出せました。でもね、何かやりたいことがないと、夢中になっているものがないと、それは恋愛でもいいんですよ、何でも。何か夢中になっているものがパンってなくなった時、鬱になる可能性今でもありますよ。あ、やばい、このままだと落ちていくっていう。だから何か自分が熱中できるものを見つける。でもね、これもこの間言ったような話になっちゃうんだけど、もう散々いろんなことをやってきたんで、ないんですよね、新しくやりたいことっていうのが。でもやっぱりそんな中でも新しいもの出てくるじゃないですか、例えばブロックチェーンだとか仮想通貨もそうだったし、そのなんだかよくわからないもの、NFT とかよく分かっている人いないと思うんです、あんまり。そうするとそれを勉強しだすんですよね、徹底的に。これ僕、そういう徹底的モードになった時に、僕ってもう本当周りの人がどうしちゃったんですかぐらい徹底的に調べていくんで、それが性格なんですけど、遊ぶ時も徹底的だけど仕事する時も徹底的なんで、もうそっちが面白くなっちゃったらもうぐわーっとそっちに走っちゃうんですよ。釣りの時もそうだったし、カメラやった時もそうだったし、もちろん仕事の時もそうだったし、ただ秋っぽいんですぐ、なんていうのかな、攻略しちゃう。そしたら次に行かないと、その次が見つからない時が長いと非常にきついです。何かに常にずっと熱中しているものがある人ってなかなかそういう鬱になったりしないんじゃないですかね。僕はなんか飽き性なんで、すぐ飽きちゃって次のものが見つからない時に割とそういう風になりがちです。